どうも、ゆきともです。今回の動画は12月下旬発売の、注目ラノベをチェックしていく動画です。個人的に期待しているラノベをピックアップして紹介していきますので、ぜひ購入の参考にしてみてください。今回はね、結構な数の新シリーズも発売となりますので、最新情報が知りたい方は、ぜひ動画最後まで見ていってください。それでは行ってみましょう。最初は12月20日発売のガガー文庫から見ていきます。まず紹介するのはこちら。されど罪人は竜と踊る22巻。いや、され竜最新巻がまさかの発売です。2018年にアニメ化もされている、知る人ぞ知るダークファンタジーシリーズなんですけど、なんと前巻発売は2018年の3月なんで、4年以上も新刊出てなかったですよね。まあ、ガガー文庫は急に新刊を出してきます。SF とファンタジーが融合した独特な世界を舞台に、呪力と呼ばれる異能を使う者たちが、異形の存在と戦い続けていく本作。暗黒ラノベの始祖にして最終作とまで言われているシリーズなんですが、なんと1巻発売は2003年なんですよね。しかもスニーカー文庫から一度発売していたんですが、いろいろあってリメイク版としてガガー文庫から出し直しているという感じになっています。そんな本作ですが、最終部開幕となっていて、今回の22巻から3ヶ月連続刊行が決定しています。ちなみに今回の22巻のページ数は600ページオーバーというかなりの重量級になっています。まあおそらく23巻、24巻も同じくらいのボリュームになるでしょうね。まあシリーズファンとしては4年も待たされたわけですが、これだけのボリュームを一気に読めるっていうのは嬉しすぎるでしょう。まあ鬱展開もね、余裕であるシリーズですが、果たしてね、どう物語が展開していくのか、シリーズファンは震えながら待ちましょう。続いてはこちら。変人のサラダボールの第4巻です。僕は友達が少ない、妹さえいればいいシリーズを手掛けた平坂由美先生の最新シリーズです。半年ぶりの新刊発売ですね。冴えない私立探偵をしている主人公のもとに異世界から来た少女が転がり込んで始まる日常ギャグ作品ですね。ホームレスになった異世界の女騎士や謎の宗教団体の教祖など癖の強いキャラクターのオンパレードな本作。ギャグコメディとしても楽しめつつ、いろいろなキャラの人生が垣間見える、なかなか奥深いドラマが魅力的なシリーズです。さすがアニメ化もしている大人気作家だけあり、魅力的なキャラを作り出すのが本当にうまいんですよね。まあ面白さを伝えるのが結構難しい作品なんですが、とにかくキャラが生き生きとしていて、そんなキャラがワイワイと日常を過ごしているっていうのがめちゃめちゃ面白いです。最新刊ではキャラの一人がとある事件に巻き込まれ、裁判的なエピソードになっていくようです。なんかね、またよくわからない方向に進んでいきそうですね。まあイラストなんかは完全に逆転裁判パロってますけどね。まあ公式からジャンル分け不能の面白群像劇なんて言われている本作、読めばわかる面白さがありますので、ぜひ未読の方はチェックしてみてください。続いてはこちら、ミモダの告白の第3巻です。今年の夏に劇場アニメが公開された、夏へのトンネルさよならの出口の著者、八目芽生先生が手掛ける青春ラノベの最新巻がついに発売です。前巻発売から約1年経ったわけですが、まあ無事に続巻出てくれてよかったですね。本作はとある地方都市を舞台にした青春作品なんですが、主人公がかつて仲良くしていた男の幼馴染が性同一性障害を告白するところから始まる非常にね、珍しい作品となっています。まあ、その告白によっていろいろな人間関係が変化していく、ライトノベルではかなり珍しいテーマを扱った作品ですね。ただね、八目芽先生らしい、少しほの暗い青春感と繊細な心理描写がバシッと決まっていまして、とてもね、魅力的なストーリーに仕上がっています。本当に八目芽先生って複雑なキャラの心情を描くのがうまいんですよね。まあ、非常にね、難しい三角関係によるすれ違いなんかもあったりして、切ない青春模様が必見の作品です。まあ、それと本作はね、ただ傷つけ合う物語ではなく、人と人が分かり合うことを描いていますので、そこら辺も魅力的なポイントの一つです。約1年ぶりの待望の新刊では、女の子として生きている幼馴染に新たな人間関係の問題が発生していくようなので、再び慌ただしい感となっていきそうです。非常にね、難しいテーマのシリーズですが、青春ラノベとしても一読の価値のある作品ですので、まあ、ぜひこの機会に手に取ってみてください。続いてはこちら。バク第2巻、真夏の来訪者。こちらも久しぶりの新刊ですね。昨年の新人賞を受賞してスタートした本作、1巻は去年の7月発売でしたので、約1年半ぶりの最新刊となります。まあ、独特の世界観で面白かったので、続刊が出てくれて嬉しいですね。まあ、本作、異能バトル的なジャンルではあるんですけど、舞台設定がかなり特殊なんですよね。というのも本作は、夢を媒体にする通信技術が発達した世界が舞台となっていて、夢の世界に発生する、精神を破壊する敵と戦っていく、というのが大筋のストーリーとなっています。
まあ、夢を食べる幻獣であるバクの名を冠した特殊部隊が夢の世界で激しいバトルを繰り返していくっていう感じですね。まあ当然ね、主人公もそんなバクの一人で過去の因縁から戦いを続けています。第1巻は新人賞作品らしい荒々しさがありながらも独特な雰囲気のダークファンタジーとして非常に光るものがありましたので、久しぶりの新刊でそれがどう磨かれているのか気になりますね。最新刊では謎の犯罪組織によって最悪級の悪夢が発生し、陰謀を渦巻く事件が巻き起こっていくようです。まあ、唯一無二の SF 異能ダークファンタジーですので、気になった方は1巻から手に取ってみてください。以上、シリーズ続刊タイトルの注目作を紹介しました。続いては新シリーズの注目作です。まずはこちら、たかがいとことの恋。この新作、まずタイトルがいいですよね。たかがっていうのがいい味を出しています。表紙に関してもライトノベルというよりかはライト文芸に近い印象です。助手席にいる主人公視点という感じでヒロインとの関係性を想像できる、かなりいい表紙だと思います。ストーリーとしては高校1年生の主人公が3人のいとこたちと同じマンションで暮らすことになるという展開となるようです。同い年の双子のいとこと4つ年上のいとこがいるみたいですが、表紙のキャラは年上のいとこみたいですね。まあ、主人公は彼女が初恋相手となっているようです。まあ、年上のいとこって少し憧れを持つことってありますよね。いや、なかなかね、いいフェチ感のある設定になっています。ジャンル的には半同性系の作品となりそうですが、あらすじには甘くて苦い恋物語と書かれていますので、しっとりとした恋愛ストーリーになっていきそうです。そういった雰囲気の恋愛ものが読みたい方は、本作要チェックです。続いてはこちら、星見くんのプロデュース第1巻、陰キャでも可愛くなれますか？こちらは青春ラブコメ系の新作のようですが、設定がね、結構特殊みたいなんですよね。本作の主人公は、自称最強に可愛い女装男子となっていて、そんな主人公がクラスの陰キャ女子を可愛くするために、いろいろとプロデュースをしていくって感じになるようです。まあ、青春プロデュース系のラノベは結構ありますけど、主人公が女装男子っていうのは初めて見たかもしれません。まあ、女子校への潜入とかのワンエピソードで主人公が女装することっていうのはありますけど、通常の設定で女装男子っていうのはかなり珍しいですね。まあ、主人公は可愛いことに一加減あるようなので、そんな主人公がヒロインをどう可愛くしていくのか、そしてそこからどんなラブコメになっていくのか、非常に気になります。いや、なかなかね、面白そうな設定ですので、自分は本作購入してみる予定です。こちらね、気になった方はチェックしてみてください。以上、新作の注目タイトルを紹介しました。ガー文庫はその他にも、異世界エルフと無愛想男が送るちょっと不思議な日常ストーリー、公務員中田忍の悪徳第5巻、綾里圭司先生が送る少しダークな電気ミステリー、霊能探偵藤崎東花は人の惨劇を笑わない第3巻、今回で完結となる異色の税制コメディー、剣と魔法の税金対策第6巻など、シリーズ続刊タイトルも続々と発売となります。ちなみに最後に紹介した剣と魔法と税金対策は、電子書籍限定発売ですので、そちらは注意してください。続いては12月20日発売のファンタジア文庫の新刊を見ていきましょう。まずはこちら、君と僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦14巻。テレビアニメ第2期も決定している人気ファンタジーシリーズ最新巻。作者の笹根圭先生は MF 文庫 J の神はゲームに飢えているもアニメ化決定してますし、なんとね、2作品もアニメ化が進んでいます。本作、最近のラノベでは珍しく舞台化なんかもされていて、精力的にメディアミックス展開もしています。ストーリーとしては100年にわたる戦争を続ける2つの国家、そこにいる2人の英雄が出会い、世界平和を目指して戦っていく戦記ファンタジーとなっています。ベテラン作家ならではのハイクオリティなストーリーとなっていまして、バトルシーンはもちろんキャラの関係性を含めて安心して楽しめるシリーズに仕上がっています。最新巻のあらすじは、新年と退治の第14巻となっていて、様々な陣営がついに衝突し、大きな戦いになっていきそうです。作者のツイッターで、多くのエピソードを詰め込んだ全力の物語になったと書かれていましたので、これはね、かなり盛り上がる展開となりそうです。短編集を挟んでいたので、本編は9ヶ月ぶりの刊行です。シリーズファンは待望の新刊楽しんでいきましょう。続いてはこちら。異世界でチートスキルを手にした俺は現実世界をも無双する12巻。テレビアニメ化も決定した主人公最強系のオレツエファンタジーシリーズ最新巻。関数もだいぶ増えましたね。本作は主人公が関数を増すごとに意味不明に強くなっていくので、非常に爽快感の強い作品に仕上がっています。ストーリーとしては、いじめられっ子の主人公が異世界へ行ける扉を見つけて、そこでレベルアップをしたら、超絶イケメン&最強の力を手に入れるっていう感じになっています。異世界と現実を行き来して、どちらでも活躍しちゃう、すっきり爽快な展開が楽しめます。最強クラスの敵が現れては、主人公が新しい最強スキルを身につけて、どんどん強くなっていくのも特徴ですね。ただ主人公は謙虚で優しい性格なので、見ていてね、嫌味がほとんどないっていうのが特徴です。
あとはね、異世界だけじゃなくて宇宙規模のバトルになったりと、スケール感の広がりが天井知らずっていうのもポイントですね。最新巻では現実世界の学園生活パートが多めになりそうですが、あらすじには主人公の本当の力が目を覚ますなんてことも書かれていましたので、いや、また主人公がパワーアップする展開となりそうです。まあ、ここまで来るとどこまで最強になれるのかちょっと気になりますね。シリーズファンは最新巻も楽しみにしていきましょう。それとテレビアニメの方ですが、現在ティザー PV が公開されています。映像はね、結構綺麗でしたね。放送開始は来年4月予定ですので、こちらも続報を待っていきましょう。それと本シリーズ、今回新シリーズとしてスピンオフ作品が同時発売となります。ガールズサイドと題して、本作に登場するヒロインたちを主人公にしたストーリーとなるようです。今回は異世界サイドを舞台に世界をめぐる冒険を描いていくので、世界を滅亡へと導く陰謀に挑むストーリーとなるようです。日常ストーリーではなく、しっかりシナリオのあるスピンオフみたいですね。このシリーズ割と主人公のチートパワーで問題をどうにかしているので、ヒロインメインでどうなるのか気になりますね。シリーズファンはこちらのスピンオフもチェックしてみてください。続いてはこちら。コンビニ強盗から助けた地味店員が同じクラスのウブで可愛いギャルだった第3巻。同級生のギャルヒロインをコンビニ強盗から助けて始まる恋愛ラノベの最新巻。このシリーズ、タイトルだけ見ると、可愛いギャルとの甘々ラブコメに見えますが、キャラのバックボーンと展開が激重なので、表紙詐欺的なシリーズではありますね。まあ、主人公は交通事故で家族を亡くした天涯孤独な少年で、ヒロインも大きな問題を抱えていますので、単純なラブコメではありません。序盤は割とね、ラブコメっぽいんですけど、一巻ラストで激烈に重たい展開になりますので、切なくて重い作品が読みたい方におすすめです。そんな本作、今回で堂々完結ということで、物語はクライマックスを迎えます。これまでの期間はもうすべてね、次の巻へ続くっていう終わり方になっていましたので、まあ、全3巻で綺麗にまとまったストーリーになりそうですね。まあ、主人公たちはちゃんとハッピーエンドを迎えられるのか、シリーズファンは最後まで追いかけていきましょう。以上、シリーズ続巻タイトルの注目作を紹介しました。続いては新シリーズの紹介です。まずはこちら。名探偵は推理で殺す。滞在人バトルロイヤルに潜入せよ。タイトル的には探偵ものっぽい雰囲気ですが、どうやら本作バトル要素のあるファンタジーのようで、純粋な推理ミステリーっていうわけではなさそうです。ちなみに公式サイトでは、探偵はもう死んでるの二五十先生推薦なんていうことも書かれていました。本作のストーリーとしては、監獄界という奇妙な孤島に異世界から集められた滞在人100人がバトルロイヤルを繰り広げるというまさかの異世界ファンタジーとなっています。主人公は高校生探偵で、怪物のような殺人鬼や闇に落ちた元勇者など異世界の滞在人たちに推理で挑む展開となるようですね。それと主人公はこのバトルロイヤルのジャッジを務める女性から異世界から集められた滞在人の中に冤罪で召喚されてしまった人がいるから、その人を見つけ出してほしいというふうに依頼されるようです。まあ、バトルを繰り返しながら冤罪となっている人物を見つけ出す推理要素も入ってくるって感じですかね。いや、結構ね、面白い設定ですね。まあ、異世界ファンタジーではありますが、オリジナリティはかなり高い新作ですので、気になった方はチェックしてみてください。続いてはこちら。俺だけデイリーミッションがあるダンジョン生活。こちらは格読むコンの現代ファンタジー部門大賞受賞作品となっています。応募総数7863作品の中の大賞っていうことですので、結構ね、期待度は高いですね。まあ、本作はどうやら主人公が成り上がっていく人生逆転ストーリーとなっているようです。本作は現実世界が舞台ではあるんですけど、ダンジョンがある現代ファンタジーとなっていまして、まあ、主人公は探索者となっているようですね。試し読みを読んでみたんですが、まあ、主人公は大学で借りた奨学金を兄弟に使い込まれたせいで、その借金を返すためにダンジョン探索者になるっていうめちゃめちゃ世知辛い始まりになっていました。ただね、物語の始まりでは主人公は雑魚スキルしか持っていないっていう状況なんですよね。まあ、ただね、デイリーミッションなるソシャゲみたいなシステムを手に入れて、ガンガン最強になっていくという展開となっていました。内容的にはスキルやレベルの概念があるゲームファンタジー的なダンジョンものになっていて、まあ、割とよく見える設定っていう感じはありましたかね。各読むの方のレビューを見る限り、テンポよく楽しめるコメディ部分が非常に評価されていまして、ギャグ漫画っぽく楽しめる作品のようです。大賞を受賞しただけあってかなり評価は高いので、主人公が活躍する爽快コメディが読みたい方は本作チェックしてもいいんじゃないでしょうか。以上、注目タイトルを紹介しました。ファンタジア文庫はこの他にも、今回で完結となる甘々ラグメ、両親の借金を肩代わりしてもらう条件は日本一可愛い女子高生と一緒に暮らすことでした第5巻、同級生のギャルと付き合って始まる甘々ラブコメ、後ろの席のギャルに好かれてしまった第2巻、
魔術学園で始まる新作ラブコメファンタジー。師匠に借金を押し付けられた俺、美人霊嬢たちと魔術学園で無双します。貴族霊嬢に甘えられる新作ラブコメ、貴族霊嬢俺にだけ懐くも発売となります。いや、だいぶね、ラブコメ多いですが、気になった作品はチェックしてみてください。続いては12月20日発売の GCN 文庫を見ていきましょう。まずはこちら。下月さんはモブが好き第4巻。GCN 文庫の看板ラブコメ作品となっている本作、順調なペースで続巻が発売となります。本作普通のラブコメっぽく見えるんですけど、結構主人公の癖が強い作品で、ラブコメ作品のメタ要素を取り入れた意欲作となっています。本作の主人公はヒロインにモテモテな学校一のイケメンではなくて、そのクラスのモブキャラになっています。まあ、自他ともに認めるモブキャラである主人公が、学校でも一目置かれる美少女と急接近したことで物語が動き始めていくっていう感じですね。まあ、一見すると普通のラブコメっぽいですけど、主人公は自分のことを物語の中のモブキャラだと本当に信じていて、主人公となるべき人間をメタ的に見つめているっていうね、結構な癖者になっています。まあ、そんな主人公がヒロインからの好意を受けてどう成長していくのかっていうのが本作の重要なポイントです。最新刊ではヒロインとの関係が順調に進む中で、主人公のかつての幼馴染が登場し、物語がさらに動いていくようです。もはやモブじゃなくて主人公的な設定になっている気もしますが、果たしてねどうなっていくんでしょうか。シリーズファンは最新刊も要チェックです。GCN 文庫はこの他にも、単行本ラノベが文庫版として再登場、絵の具第2部隊の遠征ご飯文庫版第1巻も発売となります。これまでのパターンを考えると、このシリーズもアニメ化決定するんですかね。作者の江本真面目先生のシリーズは、どれもほっこりとした飯テロ展開が面白いので、アニメ化全然ありだと思います。こちらも気になった方はチェックしてみてください。続いては12月23日発売のダッシュ X 文庫を見ていきます。まずはこちら。迷子になっていた幼女を助けたら、お隣に住む美少女留学生が家に遊びに来るようになった件について第3巻。こちらはお隣さんとの純愛ラブコメシリーズですね。ダッシュ X 文庫の中で人気となっていまして、しっかり重版もしているシリーズです。まあ、内容的には、まあ、タイトルの通りって感じなんですが、留学生の美少女ヒロインとその妹とお隣同士になって始まる甘酸っぱいラブコメですね。まあ、ヒロインと過ごす日常を丁寧に描いているので、お隣さん系のラブコメが好きな人なら、しっかり楽しめるシリーズに仕上がっています。まあ、それと本作の特徴的なところは、やはりヒロインの妹であるエマちゃんですかね。幼い少女の純粋な可愛さに非語欲をくすぐられる微笑ましい日常ストーリーが楽しめます。まあ、人によってはね、むしろそっちがメインなんていう意見もあったりもしますね。最新刊では体育祭イベントや動物園デートなどを通してヒロインとの関係にも大きな変化が起きていくようです。なかなか甘酸っぱい感となりそうですので、シリーズファンは楽しみにしていきましょう。続いては新シリーズの注目タイトルです。タイトルは女怪人さんは通い妻となっています。まあ、タイトルと表紙から明らかに特殊なラノベってことは伝わると思いますが、本シリーズの作者はアニメ化もしたモンスター娘のお医者さんを手掛けた折口義乃先生ですね。イラスト担当も変更ありません。いや、今回もね、同系統の作品っぽいので性癖に正直すぎて笑います。ストーリーとしては悪の組織と戦う正義の企業に勤める主人公のお隣に悪の組織の女怪人が引っ越してきて始まるラブコメ作品となっているようです。しかもその女怪人は主人公にアプローチをかけてきて、なかなかエロいことになっちゃいそうな感じです。まあ、他にもね、いろいろな女怪人が登場するようですので、まあ、実質モンスター娘とやっていることは変わらないかもしれません。異形系なヒロインが性癖な人は本シリーズ確実に楽しめるでしょう。ぜひチェックしてみてください。ダッシュ X 文庫はこの他にも、無限の魔力で無双しまくる冒険ファンタジー、魔力無限のマナポーター第2巻、常識外れの転生王子が活躍する新シリーズ、王子に転生して魔法研究者してたらみんながリスペクトしてくるんだが、なども発売となります。気になったらのでは購入してみてください。ということで12月下旬発売の注目タイトルを紹介しました。個人的には今回ガガー文庫の新刊が熱いですね。まあ、皆さんが読もうと思っているラノベをぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。次回はさらに12月下旬発売の注目ラノベをまとめていきます。まあ、年内最後の新刊紹介になる予定ですので、ぜひそちらも楽しみにしてください。それでは本動画はここまで。また次の動画で会いましょう。さよなら。